続いてのコーナーはビンゴもぎたて情報です。このコーナーは暮らし彩るお墓のアドバイザー石野再生の提供でお送りします。今日はスタジオに株式会社石野再生代表取締役藤井和幸さんにお越しいただいています。藤井社長おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。天気の方はちょっと晴れ間が出てきたかなという。そうですね、昼からなんか上がるようなことは言ってたんでね、昼からまた現場走りますけど、社長かなり黒くなられましたよね。もう毎回すいません、もう日に日に黒くなりますので、ね、冬にお越しいただくときはかなり白い方、男性にしては白い方ですね。そうですね、脱ぐと上と下が全然違うので、うん、なんか藤井社長がこう黒くなっているのを見て私は夏を感じます。あ、本当ですか。じゃあ感じてください。今年も夏がやってきたなと。そうですね、暑いですもんね。もうやっぱりこう藤井社長はご自身で現場に出られることも多いので、うん、そうですね、ほぼ毎日出させていただくので、だからまあ社長なんだから会社にいつもいますよねなんて言ってね、お電話いただくこともあるんですけど、会社にまずいないんですよね。確かに、もうずっと出てますんで、ね、会社の方にお電話させていただいた時に藤井社長がいらっしゃったこと一回もないかもしれません。そうですね、朝出て晩帰らない、晩まで帰らないので本当にご迷惑かけております。いえいえ、まあでもね、それだけこう仕事がたくさん依頼があるということは、そうですね、呼んでいただけるということは本当にありがたいことだなと思ってますので、はい、目いっぱい頑張らせていただきます。はい、で藤井社長はお墓のこともそうなんですが、はい、こういろいろと、まあ、藤井社長いろいろいろんなこともされていらっしゃって、はい、今回はエンディングノートというテーマにお話しいただけるということなんですが、はい、数年前からなんか書店とかにもありますよね。そうですね、エンディングノートって具体的にはどんなものなんですか？そうですね、エンディングノート、それからまあ就活ノートなんていう呼び名でね、いろいろ呼ばれてるんですし、呼ばれてますし、また本屋さんにもここ最近はね何種類も並んでるので、はい、ね、1冊2冊ならどっちにしようかななんですけど、もう多分10冊以上あるので、分厚いものから薄いものまでありますのでね、本当たくさんあるんですけれども、まあ、言葉だけでね逆に判断していくと、自分が亡くなる前にですね、家族に書いて残す、まあ俗に言う遺言書みたいな、ちょっと堅苦しい言い方にはなるんですけど、まあ、そういった感じで皆さん受け取られている方がほとんどだと思うんですね。で、私は3年前にですね、就活カウンセラーという資格を取らせていただきまして、で昨年ですね、就活カウンセラーの上級という形でカウンセリングをする資格になるんですけれども、そういった資格を取らせていただきました。まあ、それまでエンディングノートっていうのはですね、見る機会っていうのは、まあ当然就活の勉強するのでたくさんあったんですけれども、どちらかというとまだまだ年もまだそういう年ではないですし、うん、そんなにこう興味がないといったらちょっと失礼なんですけど、まあ開いてみようっていう感覚もちょっとなかったんですね。ところが、まあ資格を取ったからにはですね、自分でもちょっとやっぱりいろいろ書いてみないといけないかなというふうに思ってですね、実は専務を巻き込んでですね、ちょっと書いてみたんですね。はい、確かに言葉の意味をそのまま捉えると遺言書のような感じにも思えますけれど、実写と実際に書いてみてどうでした？そうなんですね、実際に私も遺言書のようにですね、こう堅苦しくこう思ってたので、実はうち財産もないし、子供たちに残すようなその貯金もないし、そういったものを残すものぐらいの感覚でしか思ってなかったんですけど、まあ、この時初めて中身を見てですね、実際どうやって書くのかなっていうのを一瞬悩んだんですけれども、実際にまあ書いてみるとですね、どんどん実は筆が進むんですね。いうのが、逆に1ページ目から全部埋めなきゃいけないなんていう、その堅苦しい内容じゃないから、うん、余計自分の、まあ、ページが例えば10ページ15ページある中で、真ん中辺で、あ、ここからだったら書けるなとか、そういった自分の書きやすいところから書いていくことが実はできるんですね。なので、どちらかというと気楽に自分の、まあ、なんて言うんだろう、人生を振り返った感想文みたいな、うん、そんな感じで書くことができたんで、すごい気楽に書くことができたんですね。はい、なんとなくなんですが、うん、このエンディングノートっていうこのタイトルからして、うん、難しいものだったり、そうですね、なんかこうびっしり書かなくちゃいけなくて、うん、途中で挫折してしまいそうなものなのかなとか思ってたりもしたんですけれど、そうですね、やっぱりその
就活ノート、それ自体名前はね、その就活っていう、その就活自体がこうなんか人生のこう死ぬ準備をするみたいな、うん、そんな感じで捉われてしまっているので、どうしてもあの難しく捉える方非常に多いと思うんですけれども、まあ、私があの所属しているその一般社団法人就活カウンセラー協会っていうのがあの名前なんですけれども、そこが発行しているエンディングノートっていうのは、自分が生まれて、おぎゃーと生まれてですね、あのまあ現在に至るまで、その生い立ちですね、保育園の時にはこうしてた、幼稚園の時にはこうしてたとか、それから小学校の時には、まあ、マラソンで一等賞取ったよとか、まあ、そういったあの自分の生い立ちや思い出、そういったところから、まあ、書いていけるんですね。なのであの自分が今覚えてる40の年、50の年、60の年にですね、覚えていることをやっぱり一番印象に残ってることなので、そういった出来事を、まあ、1年単位であったりとか、まあ、中学校単位、高校単位みたいな形であの書いていけるんですね。こうして、まあ、あの昔を思い出しながら、まあ、ゆっくり書いていくことができるので、まあ、自分の人生の、まあ、整理整頓をしていくというか、あの時こんなことしたかったのに、そういややってないなとかですね。じゃあ60過ぎて、まあ、仕事もね、リタイアをして、あの自分の第二の人生が送れるようになった時に、そういや小学校の時にわしこんなことしたかったんだなとか、私はこんな人生を送りたいなと思ってたんだとか、将来の夢みたいなものですね、そういったものを逆に思い出すことによって、60になって70になってもう一回チャレンジするっていうことも逆にあの思うこともできるでしょうし、逆にその、エンディングノート自体がですね、自分がこの世からいなくなった時のために、あの家族に残してあげようとか、財産とかね、それから相続するそのお金のことであったり、保険のことであったりっていう、こうそういうことだけではなくって、自分が自分のためにあの書き残していくものなんですね。なので元気なうちに、もう、まあ、さっき言う、もう一回何かやりたいと思える、そういった元気なうちにですね、家族にあの自分の歩んできた、まあ人生、私は小学校の時だね、実はマラソンで一等賞だったのよとか、成績一番だったのよなんて自慢もしながらですね、うん、そういったあの人生っていうものを子供さんやお孫さんに知ってもらうこと、これが第一ですし、またこの先どういうふうに自分がこれをやってなかった、あれをやってなかったから、じゃあこういうふうにやっていきたいから、じゃあ元気なうちにこれをさせてっていうふうに子供さんたちにね、ご相談をする、まあ、題材にするであったりとか、まあ、そういったあのご夫婦でいうお互いにどういうふうにしてほしいかっていうのをね、まあ、あの文章で伝え合うっていうこともあの一つの方法だと思いますので、そういったまあ材料としてですね、話のまあなんていうのかな、こうきっかけといいますか、そういったものに使ってほしいなというふうには思ってるんですね。なるほど。なんか藤井社長のお話を聞いていて、うん、私がイメージしていたエンディングノートとなんか違ってました、うん、ちょっとあの堅苦しいイメージでね、皆さん思ってるから、あのエンディングノートをあのこうちょっとどんなのか見せてって言った時に、うわこんなに書くんだったらって、いつも見るところって、皆さん開けて見てるところが保険相続なんて、そういうのとこだけなんですよね。うん、だからそれは堅苦しいわと思うんですけど、けど実は違うところをじっくり見ていただくと、実はそうではない、相続とか保険のことって1ページ書くか書かないかなんですよ。けど人生の振り返ることって1ページじゃ片付かないじゃないですか、うん、ただやっぱりそっちの方がかえって書くスペースが多くなって、なんか気がついたら保険のとこ書く欄なくなったんだけどどうだろうかみたいな、そんな相談を受けたりとかね、うん、そのぐらい気楽に書いていただければいいかなというふうに思ってますね。こう、うん、今までのこう自分を振り返ってみて、うん、なんかこれからまあ、あの残りの人生を楽しく過ごしていくためにはどうしたらいいんだろうって考えるきっかけにもなりそうですよね。そうですね。だからあの元気なうちに本当は書いていただきたいなと思うんですね、うん、なるほど。なんとなくね、このネーミングからして、うん、自分の親とかにこれ書いてみないとかはね、言いにくいなと思ってたんだけど、でもそういうふうになんかこう振り返ってみるんだったら、ね、うん、なんか自分の親が書いたの見てみたいなっていう気がしてきました、うん、いやそれがね、実はあの私の、まあ、知ってる知人がですね、両親にちょっと、まあ、そういう話を私がするから、うん、じゃちょっと書いてもらおうかと思って2冊持って帰ったんですよ、両親分ね、はい、お父さんとお母さんの分を持って帰ったんだけれども、なかなかなんかいざ渡すとなったら、おい保険のことを教えとか相続の内容を教えてくれっていう感じがして、はい、渡せんかったっていうふうに本人が言うんですね。でまあそうこうしてるうちにちょっとお父さん調子が悪くなって、
こう病院行ったり来たりになっちゃったもんだから逆に今度は渡せなくなったっていうね、うん、だから本当に元気なうちにもう保険や相続のことは書かなくていいから、ね、そこはなくていいからちょっとこれ、目通してちょっと書いてみてっていう渡し方でも私はいいのかなと思ったりはするので、逆にこうなんていうんだろうな病院通いをするようになったら帰って渡せない。だから元気だからこそちょっと渡してこう感想を聞けるとかですねそういう状態になるのが一番いいんじゃないかなというふうには思うんですけどね。はい、ね、やっぱりこう親がもし亡くなった時とかにどういうふうにしてほしいのかなとかももちろん知りたいですし、そういう時ってやっぱり突然こうやってきたりするの で、ね、バタバタしてて例えば、まあ、相続のこととかもそうなんですけど、うん、意外となんか、まあ、うちのこともそうなんですけど意外とあれこんなのもあったんだなみたいな気づかずにそのままになってるものが後々出てきたりとかもやっぱりあるから、まあ、そういうのもちょっと、ね、詳しくじゃなくてもいいんですけど、うんね、ささっとなんかこう書いてあったらなんか助かるなっていう気もちょっとしました。そうですね。だから、まあ、例えばお父さんお母さんが最後は病院で迎えるのかそれとも自宅で迎えたいのかとかですね、そういったことであったりとか例えばそういったご葬儀の時にお友達伝えていいお友達と、ねまあ、この人にはまあいいかなっていうお友達とかもあるでしょうし、まあ、葬儀に参列していただきたいとか最後にお見送りには来てほしいなっていうご友人であったりとかそういった方々ってまあ、友人関係っていうのは親のことってなかなかわからないですもんね。だからそういったことを書いといていただくとちょっと連絡もしやすかったりですね、うん、やっぱそういった人生の幕引きをですねどういうふうにしてほしいかで逆にそれを知っておくことでじゃあこれだけは絶対に連絡しとかんとなとかいうのをやっぱりこう準備をすることもできるし、うん、やっぱそういった部分を考えてあげる。だから相続とか、まあ、財産的なことそういった金銭的なことだけじゃないもっと人間味のあるね大切なところそういったものをエンディングノートっていうのには書き記しておくことができる、まあ、伝えるための題材というそういった感じで気楽に構えていただくのが本当は一番いいんですけどね。どうしても遺言書っていうその堅苦しいのがね先に立っちゃってるんでちょっとなかなか難しいところはあるんですけれども、うん、やっぱりこう話しづらいところであるがゆえにですねなかなか聞きにくいなっていうところもあるのでその辺はちょっとそういった本というかねノートを利用して知らせていただくっていうのも一つの方法なのかなというふうには思いますね。もできますもんね。そうなんですね。だから遺言書は、まあ、公正証書なんて言ってねこう堅苦しいちゃんとこう反抗してねするのって書き換えなんていうのができないんですけどもうぶっちゃけ笑い話なんですけどエンディングノートに例えば相続のことね息子にはじゃあ例えば300万やるよと、ね、娘には100万だよってなってても、ね、家でこの間ちょっと喧嘩したけちょっともう一冊ちょうだいってでそれ息子に300万だったのが息子に100万で娘に300万で変わったりとかですねそういうその金銭的なことは変えることも自由なんですね。だからエンディングノートって毎年書かれるお客さんうちもいらっしゃるんです。毎年取りに来られる方いらっしゃる。やっぱりそういうふうに書き直しすることもできるし書き足すこともできる、うん、やっぱそれがエンディングノートのいいところではないかなというふうに思いますね。はい、こちらの件も詳しく聞きたいという方はどちらに連絡したらよろしいですか。はい、フリーダイヤルの方でよろしくお願いいたします。0120-594-548、ご不要のご用話でよろしくお願いいたします。はい、そして先日第15回の国家セミナーも行われたということですか。そうですね。はい、もう本当に今回は定員超えて当日の方もいらっしゃったりしてですね本当にもう定員オーバーでさせていただいてですね本当に皆さんしっかりお話も聞いていただいてでその後の電話相談ね匿名だったんですけど電話相談もかなり多くいただきまして本当に皆さんのそのためになるお話ができたなというふうに嬉しく思ってます。はい、また次回のセミナーがある時も教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、また年が変わってになりますけど、はい、やりますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、そしてまたね来月もいろいろなお話を聞かせていただけたらと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。